動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなたに告白をしてくるタイミングはというテーマで、お相手の方がですね、あなたに告白をしてくるタイミングはいつになるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきたいと思います。ティンシャの音色にはですね、この場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、早速鳴らしていきたいと思いますが、本日もですね、リーディングをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速始めてまいりますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていきますが、まず A のカードです。 A はこちらのミツバチのカードになっております。カードが持つメッセージについては、選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。はい、続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、ライオンのカードになっております。はい、こちらが B になります。はい、そして最後 C のカードです。 C はこちらのですね、フラミンゴのカードになっております。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのですね、ミツバチのカードもしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人があなたに告白をしてくるタイミングはというテーマで、お相手の方がですね、いつ告白をしてくれるのかっていうのを見ていきたいと思うんですが、それに際しましてですね、まずはお相手の方のあなたに対する本気度という部分と、お相手の方はね、自分から告白をしようと思っているのか、それともね、あなたからの告白を待っているのかっていうのを見ていきます。で、その後にですね、お相手の方がどんなタイミングでね、告白をしてくるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方の本気度という部分と、あとはね、告白をする気でいるのか、それともされる気でいるのかっていうところですね、そちらを見ていきたいと思います。するつもりがあるのかどうかっていうところもですね、見ていきます。はい、はい、ではですね、見ていきます。上のカードがお相手の方の本気度を表しています。下のカードですけれども、こちらがね、お相手の方が告白をする気があるのかどうか、する気なのか、それともされる気なのかとかもね、合わせて見ていきたいと思います。はい、ではカードをオープンしていくと、本気度は高いようですが、なるほど、エンブレイシングですね。あのね、事態が切り開かれていったら告白をするっていうのがね、出ております。だから自分からする気ではいらっしゃるんだと思うんですが、今はまだこのすぐに告白をできるような状況ではないっていう風な捉え方もしていらっしゃるようなので、ちょっとね、このあたりそれぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思いますが、まず上のカードですね、本気度を表すカードからです。まずはこちらからですが、カップのエース
スというカードが出ました。愛の始まりとかね、まあ、愛そのものを表すカードになっています。カップっていうのが愛の象徴であり、エースというのは数字の1、始まりをね、表す数字でもありますので、まあ、愛の始まりっていうね、意味のカードになるわけなんですが、まあ、だからあなたとの愛を、まあ、これから、まあ、始めていきたい。本格的にね、まあ、お付き合いをしていきたいっていうのもそうだし、まあ、お付き合いが始まっていたけれども、ちょっとこう、なんて言うんでしょうかね、交際が、まあ、停滞していたっていう場合だと、まあ、再スタートっていうことですね。まあこれから本格的に進めていくであるとか、本気だからこそ、そういったこの愛の始まりをまた迎えていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。まあそういうね、まあ、愛の強さを表すカードでもありますから、まあ本気度としては高いのかなと思いますし、まあここもね、後の告白というところにつながってくるのかなと思いますが、ワンドの3っていうカードが出ております。このカードに関しては実行に移すということであったり、まあ実行に移すというね、意味がある通り、行動を起こすとか決断を下すとか勇気を持って一歩踏み出す、だから勇気のある行動も起こそうと思っているっていうことなんですね。だからそれがまあ一つ告白っていうのも考えられると思います。やっぱり告白っていうのも逆に勇気がある行動であってほしくないですか。なんかこう、勇気もいらずになんか適当に告白されるっていうのだとなんかちょっとやっぱ軽い感じがするから、まあやっぱこう勇気のあるね行動であってほしいと思うんですけども、やっぱそれを起こそうというふうにね、まあ思っていらっしゃるっていうことはそれだけあなたに本気だからだということで、うん、非常に、まあ、本気度は高いカードの並びかなと思います。そしてここですね、Focus on your priorities っていうカードで、まあ、優先事項、まあ、優先するべきことに集中しているということで、まあ、お相手の方ね、自分から、まあ、告白をしようとはお考えのようですが、今はですね、あなたへの告白よりも、何かこう、優先度の高い物事があるようです。で、それに今集中していらっしゃるということですね。まあ、それは何かこう、緊急度が高かったり、それをクリアしないとあなたに告白ができないっていうことでもあるから、今はねそっちの方を優先度高くしていらっしゃっていて、そっちに専念しているっていうような、まあ、状況でもありますので、うん、まあ告白に向けての、まあ、準備というかね、通らなくちゃいけない道でもあったりするのかなと思いますが、まあそれをね逃げずに、まあ、取り組んでいるってことは、それもまあ本気度の証だと思います。うん、でお相手の方としてはですね、うん、まあ自分から、まあ先ほどここがありました通りね、自分から告白をしようというふうにはお考えだと思うんですが、まだね、告白ができるような状況ではないようで、エンブレイシングっていうカードですね、抱きしめる、受け入れるっていうカードで、今ね、ちょっとこう受け入れなければいけない現実っていうものが目の前にあって、その現実が、まあ、喜ばしいものだったらいいんだけれども、ちょっとね、水浸しになっているこの、なんでしょうかね、土地というか田園みたいなところをですね、眺めている鳥がいる通り、まあちょっとね、相手の方にとっては悲惨であったりだとか、うん、まあちょっとこう辛抱の必要なね、うん、現実っていうのがある、まあ忍耐が必要なね、現実があって、それをこう受け入れなくてはいけない、受け入れて先に進まなくちゃいけない、まあそれが先ほどの、まあ、優先度の高い、物事につながってきているのかなと思うんですけれども、まあそういった部分で今そこをね、乗り越えようとしていて、乗り越えた先に、告白っていうものをしていこうというふうにお考えのようです。オープンネスっていうのも需要っていうことで、受け入れるっていうことですね。だからここにも受け入れるっていうカードが出ている通り、うん、今ねちょっとこう受け入れなくちゃいけないことがあると。でこの月というのは、まあこの悩み事とかね、心配事とか恐れていたこととかね、あとは不安を感じる物事とかもね表したりもするんですけれども、まあそういったね、まあちょっとこう不安になるような出来事っていうのが目の前にあるんだけれども、そこから目を背けていてはね、やっぱこう何も変わらないということがあるので、今はそこから逃げずにですね、うん、ちゃんと向き合って乗り越えようとしていて、そこを乗り越えた先に、うん、勇気を持ってあなたに対して告白をしていこうというふうにですね、まあお考えでいらっしゃるのかなということですね。うん、なので、そういった部分では、今がね、ちょっとこう正念場ではあるのかなとは思いますけれども、ちゃんとね、そこをクリアしていくことによって、告白っていうものを、自分の気持ちとしてもね、何かこう問題を抱えたままでの告白っていうふうになると、どこがこう恋に対しても不安を感じてしまうっていうところがあって、よし、今から告白だっていう時にやっぱこう躊躇してしまうところがあると思うんですね。だからその躊躇をなくすためにも、今自分の目の前に広がっている、まあちょっとこうトラブル的なね、ものことを解決するというかね、対処しておきたいっていうのが、まあ、本心のようです。うん、ではですね、お相手の方があなたにね告白してくれるタイミングっていうのがいつなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、お相手の方がね、あなたに告白をしてくれるタイミングがいつかということで見ていきましょう。状況を見つめているっていうカードが出ておりますが、なるほどですね。はい、ではね、お伝えしていくんですが、まあ、ここの2つがそのタイミングなのかなと思いますけれども、まずちょっとこのカードから見ていきます。オール、フクロウというカードですね。これは先ほどのエンブレイシングっていうカードと同じで、まあこのフクロウっていうのはですね、まあ獲物を見つけたとしてもすぐにこうガッと飛びつくね、まあちょっとこう肉食動物的な、まあ本能で動くというよりかは、まずはね、その獲物の動きであったり、癖であったり、習性をね、ちゃんとこう、なんていうんでしょうかね、こう観察してですね、ここぞっていう時にこう動き出す。まあそういったね、生き物なわけですね。でお相手の方も、まあ、あなたをね、獲物として見ているっていうわけではなくて、今、状況として動き出していいのかどうかっていうのをね、今見極めているわけですね。下手に飛びついても、望みのものが手に入れられなくなってしまうから、本能で動くんじゃなくて、冷静にね、自分をこう保ちながら動くべき時に、まあ、動いて結果が出やすい時に動き出そうと、まあ、告白をしようというふうに思っていらっしゃるわけですね。だから告白をするっていう行為に関してはこれいつでもできると思うんだけれども、告白をした後のことが大事だっていうふうに思っていらっしゃっていて、告白をしたからにはやっぱこう関係がスタートするわけですね。スタートするっていうことはそのスタートした後が、それこそ告白をしたはいいものの全然会えない状況だったらば、それ告白をする意味がなくなってしまうわけですね。まあ意味はあるのかもしれないけれども、結果として悲しい行為になってしまう。それはやっぱり望んでいるものではないから、告白をした後のことも考えて、どのタイミングが適切かっていうのを今見極めていらっしゃるということなんですね。で、こちらのカードになりますが、Win or Lose っていうカードで、これ決着をつけるとか勝負を決めるっていうカードになるんですね。勝つか負けるかっていうカードなんですけれども、勝負を決めたからこそ戦いに使っていた剣をもうね、地面に突き刺して、もうこれで戦わなくてよくなったみたいなね、なんかそういう状況なんですけれども、まあそれが今こうまさにね目の前でですね、まあ訪れているまあ困難とかまあ試練だと思うんですけども、それと戦っていらっしゃるわけですね。それに決着をつけようと思っているタイミングがこのねカードが示している5という数字なんだと思います。ですので、まあ取り組み始めてから5ヶ月以内にとかですね、まあ5日以内に、まあそんな短い期間でね、もしかしたら決着がつくものではないのかもしれないですけれども、例えば5回目のデートまでにとかですね、2人が付き合ってから5ヶ月以内にとかですね、まあちょっとこう連絡が取れない状況になってたら5ヶ月以内にとかですね、5週間以内にとか、何月5日まで、次の5日まで、何月5日まで以内にとかですね、何かその5というタイミングまでに決着をつけようというふうにお考えのようです。そしてそこにね、まあもちろん win or lose で言うと win でね、決着をつけることができたら seek the truth っていうことで、今までね、このなんかこうカーテンみたいなものをこう広げている人がいますけれども、あえて閉じてですね、あなたとの恋っていうものを見ないようにしていらっしゃったわけですね。それは戦いに集中するためっていうことなんだけれども、ようやくこう勝つことができたから、このね、あえて見ようとしていなかったあなたとの恋に目を向けてね、でここでようやく勇気を持って一歩踏み出していこうと、自分のこの真実、心の真実に従って動き出そうっていうね、そういったカードになっているので、でこのタイミングが7っていうところなんですね。7だから7というタイミングの時に、告白をしようとお考えのようです。だからまあ一つ考えられるのは7月ということかもしれないですし、まあ何を起点にするかっていうところですけれども、まああなたが気持ちを伝えて、そのお相手の方がそのあなたに対する答えをね、考えている中で7週間後になった時とかですね、最後に会ってから7週間目になった時とか、何月7日になった時とか、7月になった時とか、7ヶ月目に入った時とかね、何かしらこう7、2人の、関係の中で、まあ、ゆかりの深い、まあ、7という数字なのかもしれないですけれども、そのタイミングでいよいよね勇気を持って告白をしようと、まあ、その流れになるように今のね現状をしっかりと見極めているっていうような、まあ、そういう状況なんじゃないかなと思います。で、こちらですね見ていきますが、ハブフェイスっていうカード、これ信念を持つっていうカードで、お相手の方としては先ほどもお伝えした通り、告白をした後のこともやっぱ考えていらっしゃるわけですね。でそれがやっぱり良い方向に導いていきたいと、あなたをね、この、なんかこう、蝶々たちにこう導かれていっているのがあなた。で、この導いていっている、
長が、まあ、いわばお相手の方だと思ってください。だからあなたを良い方向に導いていくっていう信念はこれ変わっていないんですね。あなたを幸せにするとか、あなたをもっと喜ばせるとか、二人の恋をもっと良い方向にね、導いていくっていう信念はこれブレていない。うん。だけれども、その、本当にね、こう幸せにするっていう確率が、幸せにできるっていう確率が非常に高い時にやっぱこう動き出したい。っていう思いもあるから、そこをね、まあ何でしょうか、こう、急かすようなことは逆にしてはいけない。うん。じーっとね、こう状況を見つめているお相手の方の視界にヒュッて入って、それを邪魔してしまうってなると、このお相手の方が今のところね、立てていらっしゃる計画っていうのにも遅れを生じさせてしまったりね、あるいはもうせっかく頑張ってたのにもういいや、みたいなね、感じで、まあやる気をね、削いでしまう可能性もあったりするかと思いますから、そこに関してはですね、まあちょっとこう早く動き出してほしいっていうふうにね、あなたとしては早く告白をっていうふうに思っているかもしれないですが、お相手の方はその告白の先のことまで考えているからこそ、ちょっとね、告白をするっていう行為に関しても時間がかかっているのかなと思いますので、まあちょっとそこはね、理解した上で、まあ、接してあげていく方がね、良いかと思いますし、その方があなたの望んでいる結果にね、なりやすいかなとは思いますので、まあ、こう、慌てずにですね、まあ、ちゃんとお相手の方はあなたに対しての思いもね、持っていらっしゃるでしょうから、そこをね、疑うんじゃなくて信じてあげるっていうことがすごく大事になってくるかと思います。はい。そして最後、こちらのね、カードでもあなたへのアドバイスとしてさせていただきます。これはミツバチのスピリットになりますが、スイートリザルツアウェイトっていうカードで、まあ、素敵な結果が待っているよというカードになりますが、まあ、だからあなたの恋には素敵な結果が待っているんです。うん、これをね、伝えてくれているわけなんだけれども、このミツバチというね、この、まあ、生き物のね、習性を、まあ、生かしていくことでね、素敵な結果にたどり着けるっていうことなんですけども、ミツバチっていうのは、いわば、まあ、女王様のね、うん、まあ、働き蜂なわけなんですけれども、まあ、女王蜂のためにみんなと協力してですね、うん。一つのことを成し遂げていくわけなんですね。だから今あなたが自分の中で何かこう叶えたい願望とか欲望があったとしても、それを叶える、いわば自分だけのための行動をするんじゃなくて、今は周りと協力して何か一つを成し遂げるっていう行動に時間やエネルギーを注いでいった方がいい。その誰かと協力して何かを成し遂げるっていう経験の中であなたが大事な学びであったり気づきを得てですね、それがあなたの願望を叶えるのに生きてくるっていう。うん、生きていって、そして素敵な結果をあなたが得られるわけなんですね。だからあなたが自分の、ね、願望に一直線に動いてしまうと、かえって素敵な結果っていうのは訪れない。けれども、今ね、回り道に感じるかもしれないけども、周りとね、誰かと、周りの人たちと協力してですね、何かを達成していくっていうことをした方が、これもね、素敵な結果が訪れるっていうカードで、まあその素敵な結果が訪れるタイミングのカードも、これね、見えにくいかもしれないですが、7という数字がやっぱり出ているんですね。まあだからやっぱこう7という数字に、まあ何か転機が訪れるんだと思うんですね。うん。だからその7という数字は、非常にね、まああなた様のこの恋に重要なね、タイミングとなってくるのかなと思いますので、今後ね、ちょっとこう、行動していく上でもですね、意識していただけたらなと思います。何かこうね、周りの人と協力した7日後とかね、1週間だからそれを頑張ってみたら、素敵な結果にね、たどり着くっていうこともあったりするのかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後ね、こちらについてお話していくんですが、今回ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっとね、ホワイトボードの、ここの ネタって書かせていただいてますけども、お題ですね、が、ちょっとこう、なんて言うんでしょうか、ネタ切れしてしまったというところがありますので、もしね、何か皆さんの中で、あったらですね、お題が思いついた方がいたらですね、ぜひコメント欄とかで、教えていただけたらなと思います。そちらをね、採用させていただいてですね、いろいろとまた動画の中でもお答えしていこうと思っておりますので、何卒ご協力ですね、いただけますと幸いです。はい。ということで、A をね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらのライオンのスピリットのカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは あの人があなたに告白をしてくるタイミングはというテーマで、まあ、お相手の方がですね、どんなタイミングであなたに告白をしてくるのかというのをですね見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなたに対する本気度という部分と、お相手の方は自分から告白をする気でいるのか、それともあなたから告白される気でいるのかっていうことですね、そちらを見ていきます。はい。で、お相手の方が告白をしてくるタイミングはどんなタイミングなのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。では、まずはじめにですが、お相手の方の本気度というところと、告白をする気なのかされる気なのかっていうところをですね、見ていきます。ではですね、見ていきたいと思いますが、上の3枚のカードがですね、お相手の方の本気度を表しております。下のカードですけれども、お相手の方は自分から告白をする気でいるのか、それともですね、あなたから告白をされる気でいるのかというところですね。はい、そちらを表しておりますので、早速見ていきましょう。はい、うん、はい、ちょっとね見させてください。ワンドのクイーン、うん、なるほどですね。うん、あのね、お相手の方ですね、一度決めたことはなかなか曲げない方なのかなっていうのがまず出ているんですね。で、うん、今じゃないと決め込んでいらっしゃるわけで、でもね、自分からは動こうというふうに思っていらっしゃるんですね。うん、なので、まあ自分から動くっていうことなので、だから自分から告白をする気でいる、あなたからされるのを待っているっていうわけではないと思います。自分からして、まあ基本的にはやっぱりこう、自分が、なんて言うんでしょうかね、こう、主導権を握っていたいみたいなね。うん。まあそういうふうな、性質というか性格の方なのかなと思うので、うん。ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。はい。うん、ではですね、まず上のカードから見ていきましょう。お相手の方の、まあ、本気度っていうことなんですけれども、まず、まあ、本気度は、まあ、高いのかなとは思います。うん、この運命の輪っていうカードが正位置で出ているので、お相手の方、あなたにですね、何かこう、運命的なものを感じている。なんかこう、不思議な縁であったり、二人はこう、結ばれなくてはいけない存在だとかですね。まあ、そういったこう、運命的なものを信じている。まあ、これはね、二人の出会い方がちょっとこう、運命的であったりだとか、なんでしょうかね。例えば、まあ、生年月日が一緒だったりだとか、なんかこう、二人のルーツが、一緒だったり、まあ、家庭環境とかね、がこう似ていたりだとか、何かしらこうね、すごく、うん、単なる共通点というよりかは、なんか本当にこう運命的なものとかですね、出会い方とかですね、まあ、あとはフィーリングもそうですね、うん、フィーリングで何かこう運命的なものを感じているっていうのもありますから、まあそういった部分でも、まああなたはね、その運命を感じる相手だからこそ、なんか簡単にはね、手放してはいけなかったり、まあいけない存在として、まあ思っていらっしゃったり、うん、その運命の相手を裏切るっていうことは、やっぱこう自分の運命を、にも背くっていうことにもなるから、なんかその悪い結果にしてやろうみたいなね。うん、そんなことはまあ考えていらっしゃらないのかなと思いますし、
まあ、あとはね、あなたとの関係をそんな、なんて言うんでしょうか、こう、軽くというか、浅く、考えているわけでもないので、まあ、本気度は高いのかなと思います。うん。で、本当はね、今、あなたに見せている姿と、自分の、なんでしょうかね、あなたに見せたい姿っていうのが、もしかしたら乖離している方がいるかもしれないんですけれども、ここはですね、Words of Abundance っていうカードが出ました。アバンダンスっていうのは、まあ、豊かさっていうことですね。まあ、豊かになる言葉っていうことで、まあ、本当はですね、あなたの心が豊かになるような言葉、まあ、接し方をしたいっていうふうに思っているわけですね。まあ、優しく接したいだとか、思いやりのある接し方であるとかね。うん、そういったものをしていきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。うん。まあ、大人が子供にね、こう、まあ、ちょっとこう、まだ年少ぐらいの人だと思うんですけれども、その人に対して、やっぱこう、優しくね、接しているように、本当に大切に大切にね、まあ、本当はあなたのことを扱いたい。うん。というふうに、まあ、思っていらっしゃるということですね。うん。だけれども、それができていないっていう時があるかもしれないですね。逆にちょっとあなたにはスパルタであったりだとか、あなたにちょっとこうね、荒々しい姿をまあ見せてしまっているっていうのが あると思うんですけども、その度に、あ、なんで自分はこのなりたい姿と実際にあなたに見せている姿がこんなにもかけ離れてしまうんだみたいなね。そういった行動とか態度を取るたびに、なんかこう、一人になった時にね、反省であったり後悔っていうのはしていらっしゃるのかなと思うんですが、ここですね、このカード、まあ冒頭でね、一度決めたことは曲げないみたいなことをね、お伝えしたかと思うんですけれども、ワンドのクイーンというカードが、これ逆位置になるんですね。もともと正位置だと、意志の強さ、だからどんな状況においても諦めない、まあ心の強さ、まあタフネスさをね、表すカードになるんですけれども、これ逆位置になるとですね、頑固さっていうことを表すカードになるんですね。頑固さとか強引さを表すカードになります。うん。だから、その一度決めたことが、うすうすこれ間違ってるなっていうふうに思っていても、なかなかね、その非を認めないというか、間違っていたら臨機応変にね、やり方を変えたり考え方を変えたりすればいいんだけれども、そこはもう意地となってね、たとえ、まあ非効率であったりね、時間がかかってでも、なんかこう負けというか間違いを認めたくないから、一つのやり方に固執するみたいなね。うん、なんかそういう性質の方で、もしかしたらね、その、あなたとの恋においても、そういったね、いやもうちょっとこう考え方変えれば楽に済むのにとかね、もっとこう恋も発展していくのにってね、あなたの中で何度もこう思うようなことがあったかもしれないんですけれども、でもそれはなんかこうお相手の方の中のポリシー、一度決めたことは曲げないっていうのがポリシーとしてあって、うん、それをね、変えるのはもう自分じゃなくなるみたいなところがあるので、ちょっとこうまあ不器用な感じでね、あなたに接していらっしゃる部分はあるのかもしれないですが、でもその不器用さの裏には、ちゃんとこう、あなたへの愛はあるっていうような結果が出ておりました。うん。で、次ですね。まあ、お相手の方は告白をする気かされる気かっていうことで、まあ、これする気だというのが出ているんですけれども、これもね、まずここが出ていて、サクセスっていうカードなんですね。成功っていうカードが出ました。成功がですね、一つ、まあ、ターニングポイントになると考えていらっしゃるようです。だから、まだ自分っていうのは、あなたに告白をする資格のある人間ではないと思っていらっしゃるわけなんですね。うん。そのあなたに告白をする資格がある人っていうのはどういう人なのかっていうと、あなたのことを最後まで幸せにできるかどうかっていうことなんですね。そこを考えたときにまだできないと、まだ今の自分の状況であったり環境ではあなたのことを最後まで幸せにすることができないから、それをできるような確信につながるような成功をまずはつかみたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。それをつかめたときに、ようやく最後まで幸せにできるっていうような未来が、まあ、お相手の中ではこう見通せるわけですね。そうなった時に告白をしようということで、このパワーっていうのが出ているわけなんですが、パワーっていうのは力ですね。力を発揮する。だから自分の内側に秘めていた、まあ、パワーを外に放出するっていうことですね。その秘めていたパワーっていうのがあなたへの思いになります。あなたへの愛情。それを放出するっていうのは、いわば告白というような形で放出するっていうことですね。うん、成功ありきの告白っていうふうに思っていらっしゃる。だから、逆に言うとその、あなたへの告白っていうものを、そんな軽々しいものとしては思っていらっしゃらないっていうことでもあるんですね。うん。好きだよとか、愛してるよとか、これからも一緒にいようっていう言葉の重さを理解しているからこそ、なかなか簡単には言わない。っていうところがあるんだと思う。うん、だから、そういうね、こう、愛情表現がないからといって、お相手の方の、
愛がなくなったっていう判断するんじゃなくて、そこのその言葉、それを伝えるという行為に対しての重さを、まあお相手の方すごい理解していらっしゃるからこそ、うん、ここぞという時にやっぱこうね、伝えたいっていうふうに思っていらっしゃるのかなと思います。うん、ではですね、お相手の方が、まあ、あなたにね告白をしてくるタイミングがいつなのかっていうのをですね、次に見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思います。お相手の方があなたに告白をしてくるタイミングです。うん、はい、では見ていきます。うん、まず告白を表すタイミングっていうのは、まあ、ここかな。そうですね、ちょっと見ていくんですが、うん、まずねちょっとお伝えしていくと、告白までの過程のカードからちょっとお伝えしていきます。オブザーブっていうカードです。これ観察するとか見守るっていうカードで、まああなたを見守っていたり、二人の関係を今ちょっとこう離れたところから見守っていらっしゃるわけなんですね。近くなりすぎるとやっぱりこう視野が狭くなったり、まあちょっとねこう起こさなくてもいい余計なミスとかも起こしてしまいかねないから、適度な距離を取りながらあなたの関係を見守っている、まあ観察していらっしゃるっていうことなんですね。その観察期間としてこのね12という数字がねここに描かれているわけなんですが、12という期間はちょっとこうあなたに告白をするかどうかっていうのを、まあ、見極める、なんでしょうかね、こう観察する期間として考えたいと思っていらっしゃるわけですね。だから例えば交際期間を12ヶ月は取って告白をするかどうか、告白っていうか、まあ、そこになったらもうプロポーズとかになってくるのかもしれないですけれども、まあ、あるいはお友達としてのね期間が12ヶ月あるいは12回デートをした時とか、12週間ということだと、まあ1ヶ月が4週間ですので3ヶ月間とかはですね、だからすぐに告白をすればいいと思っていない、まあ、これは先ほどもお伝えしたけど、告白の重さをちゃんと感じ取っていらっしゃるから、だからその12という数字を過ごすまでは告白についてはまだ口を開かないと、うん、いうふうには思っていらっしゃるようです。うん、ただその告白をしない間もここですね、シンプリーラブっていうカードが出ているんですが、純粋な愛っていうカードで、だからあなたには純愛を抱いていらっしゃるわけですね。偽りの愛とかではなく、純粋に愛している気持ちを抱いているんだけれども、ここをね、見ていただきたいのが、男女っていうね、姿ではなく、どこかこう、父と子、まあ父とまあ息子みたいなね、あの二人が描かれていると思うんですけれども、この父というのは、いわば、なんて言うんでしょうかね、こう、愛情はね、ちゃんと持っているんだけれども、その伝え方が下手な存在としてね、まあ、口下手とか不器用な存在として描かれているわけで、お相手の方もあなたに対して純粋に、まあ、あなたと同じぐらいね、純粋な愛情っていうのは持っているんだけれども、その伝え方がどうしてもあなたよりも下手くそ。うん。であったり、ちょっと不器用なわけで、なかなかこう、それが伝わらなくて、まあ、親子喧嘩に発展してしまうみたいなね、こともあると思うんですけれども、それがまあ、もしかしたら二人にもあったかもしれないですね。お相手の方のその不器用さ、まあ、伝えることの下手くそさによってですね、あなたとの間で、まあ、衝突してしまって、ていたり、まああなたがね、そのなかなか伝えてくれないから不安になっていらっしゃるということもあったのかもしれないですが、この見極めている間もちゃんとあなたのことは愛しながら見極めていらっしゃるっていうことなんですね。だからそこはね、あんまりこう疑ったり心配する必要はないのかなと思います。うん。で、まあそこをね、信じていくことができれば、このメディスンホイールっていうカードなんですが、このカード、メディスンっていうのは、まあ回復とか癒しっていうカードになっていて、たとえね、関係が、まあちょっとこう崩れかかっていたりだとか、ちょっと険悪な、中になっていたとしても、その信じる心を持ち始めたところから、二人の関係っていうのは回復、まあいわば修復していくよっていうね、まあそういったカードになっていて、で、最後のこのカードが告白のタイミングだと思うんですが、Love is all around you ということで、あなたの360度を愛で、
で満たされ、まあ、満たすっていうカードになります。お相手の方があなたに対して告白をしてくれることによって、あなたの360度が愛で満たされるようになる。まあ、あなた自身が、まあ、周り一面をですね、こう、愛を感じられるようになるっていうことですね。だからお相手の方の愛を感じるってことは、やっぱりそれだけ告白とか気持ちを見せてくれたっていうことだと思うんですね。うん。だからこれが、まあ、告白のタイミングを伝えてくれているカードだと思います。で、このカードの数字がちょっと見えにくくて申し訳ないんですが、16っていうね、数字が描かれています。だから、何かこう、16っていうタイミング、まあ、12の後の16っていうことだと思いますので、うん、16というタイミングで、まあ、告白っていうのをしようと思っていらっしゃる。まあ、16週間目、16ヶ月目、何月16日であったり、16回目の 何かの時とかですね、まあ、デートとかあったタイミング、ね、短い、こう、あったタイミングを含めての16回目ということなのかもしれないですが、それだけね、ちゃんと、この、なんて言うんでしょうかね、こう、交際を重ねてから告白をしたいタイプの方なんだと思うので、そこに関しては、なんかこう、早くっていう風になると、いや、まだ信頼関係築けていないのにとか、お互いのことをよく分かっていないのにとか、もう少しじっくりと自分は見てから告白をしようと思っていたのに、あ、そんな感じで価値観が違うんだっていう風になると、告白をしようと思っていた気持ちが、これなくなってしまうわけなので、そこのお相手の方の、まあ、告白をされるまではね、ちゃんとお相手の方、まあ、告白をされた後もですけれども、特に告白をしてもらうまでの間は、お相手の方の、まあ、ペースとか価値観というのを完全に合わせなくていいけれども、理解する努力っていうのは必要にはなってくるんじゃないかなと思います。はい。ということでね、ここまで、リーディングさせていただいたんですが、最後こちらのカードであなたへのメッセージとしてお届けしていきます。はい。B をお選びいただいた方のカードは、ライオンのスピリットのカードで、このカードはですね、Be Generous of Spirit。まあ、寛大な心を持ってくださいっていうカードになっています。まあ、ライオンというのは百獣の王というふうに言われているように、まあ、王様というのはすごい寛大な心をね、持っているわけですね。ちょっとね、外のことでは動じない、まあ、広い心を持っていると。それが、まあ、今のあなたにも必要だと。告白をしてくれないからっていうことで、それで動揺してしまうんじゃなくて、うん。まあ、あるいはちょっと些細なことで一喜一憂してしまうんじゃなくて、広い心を持って接していけば、あなたの望んでいる結果は、おのずとね、こうやってくるんだから、その広い心を持って、今はね、目の前のことに取り組んだり接していくのがすごく大事だよっていうことを伝えてくれているカードでもありますので、まあ、このライオンのような心ということですね。うん、それをね、守っていくっていうことも大切だ。ということをですね、伝えてくれていました。はい。ということでね、リーディングは以上となるんですが、最後ね、ちょっとこちらについてお話ししていくんですが、ちょっと今回申し訳ないんですけれども、このホワイトボードの、まあ、ネタと言いましょうか、お題ですね、が、ちょっとこう、まあ、ネタ切れしてしまったので、ちょっと皆さんからのですね、まあ、アイディアをちょっとこう募集したいなということで、何かね、こう思いついた方がいらっしゃいましたらですね、まあ、どんなことでもね、構いませんので、何かこう、アイディアをですね、ご提供いただけますと嬉しいです。はい。まあ、コメント欄の方にですね、ですね。まあ何かこう書いていただけるとですね、それを採用しですね、またお答えしていきたいと思いますので、何卒ご協力いただけますと幸いです。はい。ということで、B をね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、ですね、復縁に関することなども発信しているので、よかったらこちらもですね、概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいてですね、もうフォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、最後にこちらのフラミンゴのスピリットのカード、もしくはですね、Cをお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人があなたに告白をしてくるタイミングはというテーマで、まあ、お相手の方がですね、まあ、どんなタイミングで告白をしてくるのかというのを見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなたに対する本気度というのを見ていきます。そしてですね、お相手の方は、あなたに対して、まあ、告白をする気でいるのか、それともね、あなたからされる気でいるのか、っていうのをね、見ていきます。そしてですね、お相手の方が告白をしてくるタイミングはいつなのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめに、お相手の方の本気度という部分と、あなたに対して告白をする気でいるのか、される気でいるのかっていうところから見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードがお相手の方が、お相手の方のあなたに対する本気度をね、表すカードです。下のカードですけれども、こちらがね、お相手の方はあなたに告白をする気でいるのか、される気でいるのかっていうのをですね、表しています。では早速カードをオープンしていくと、なるほどですね、カップのページ、ソードの7っていうカードですね。はい、ではね、見ていくんですが、なんかね、お相手の方としては、これから本気度っていうのを高めていこうというふうに思っていらっしゃるようで、過去の恋においてですね、何かこう、勢いのまま、恋愛に発展してしまい、それでちょっとこう、痛い目を見られた、経験があるようで、同じ失敗を繰り返したくないっていうところから、今のあなたとの恋に関しては、非常にちょっとこう、慎重でいらっしゃるのかなと思いますが、何かこう、自分の中での条件をクリアしたときには、あなたに対して、ですね、告白をしようと、まあ、自分からね、しようと思っていらっしゃるっていうのが出ているので、まあこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードですね、お相手の方の本気度ということで、まだそこまで本気度が高くないっていうとすごくネガティブに聞こえると思うんですが、ここから高めていこうというふうにお考えのようなんですね。で、それを見ていくんですけれども、まずここですね、セービングっていうカードになります。これ貯蓄っていうカードになるんですが、まあいわば貯蓄というとね、なんかこうお金のイメージになりますけれども、あなたに対する愛情を今こうコツコツとこう貯めていっていらっしゃる、まあなんでしょうかね、あなたに対する愛情ポイントみたいなものがどんどんこう積み重なっていっているような状況ですね。あなたと楽しいデートができた、楽しいやりとりができた、楽しく過ごせたっていうことで、また一つポイントが貯まる。で、それがもう一回こう繰り返されたら、またこう溜まっていくみたいな感じで、今ね、こうコツコツとね、こうあなたへの愛情っていうのをこう高めていっていらっしゃるっていう状況なんですね。で、おそらく過去の恋によって、この作業っていうとちょっとあれですけれども、この工程をね、すっ飛ばして、ですね、こちらのカードになるんですが、ソードの7っていうカードになるんですけども、このカードはですね、心の隙間とかですね、魔が差すとかですね、誘惑に流されるっていう意味のカードで、過去の恋においては、そういったね、なんかこう、信頼とか愛情っていうものよりかは、なんかその場のノリとか、勢いとか、なんかこう、その時の誘惑に負けて、みたいな感じで恋に発展していった時に、その恋で何かこう、辛い思いをされたわけなんですね。辛い思いとか怖い経験ですね。なんかこう、鳥がね、こう、剣が降り注いできてですね、ちょっとこう、怯えているような様子がある通り、何かそのね、恐怖体験というか、なんかこう、心の傷に残るようなね、出来事っていうのも経験された場合もあると思うんですね。だからこそ、ね、その同じ思いをしないために、同じものを経験しないために、今のあなたとの恋においては、勢いとか、ノリっていうのを重視するのではなく、慎重にね、恋に発展していくかどうかっていうのね、まあ、いわばお友達の期間をじっくり過ごしたりだとか、交際に発展するまでの期間をちゃんとね、過ごしていった上で、まあ、告白であったり、その先をね、進んでいきたいっていうふうに思っていらっしゃる。で、今、あなたに対して、その好意があるかどうかっていうことに関しては、これ、好意はあるっていうカードが出ているんですね。このカップのページっていうカードは、愛情深さ、愛を表すカードなんですね。まあ、愛情を持っているっていうカードになります。まあ、豊かな心っていうカードでもある通り、あなたに対しては、その愛する気持ち、好きという気持ちは抱いているんだけれども、この気持ちだけ、で、まあ、それがもしかしたら一時的な感情になっているかもしれないし、この感情をもっともっとこう育てていった先に、二人の関係を先に進めていきたい。っていう風なお考えを持っていらっしゃる。だからそれぐらい、まあ、堅実思考というか、慎重にね、あなたとの恋に関しては考えていらっしゃる。で、こう、貯めていった先に、お相手の方の中では、こう、基準値をね、ここまで行ったら、じゃあ告白をしよう、みたいなね。そこを、なんかこう、条件として設定しているわけなんだけども、そこをクリアしたら、自分から告白をしようっていう風には思っていらっしゃるようで、まずここのカードになるんですが、Going Forward っていうカードで、これ前に進むっていうカードが出ております。条件がクリアされることによって、次のステージに進む道が出てくるわけです。そうなった時に、お相手の方は前に進むために告白をしようっていうふうに思っていらっしゃるというカードなんですね。
で、もう一つのボイージっていうカードは、これ、まあ、航海、海を渡るっていう方の航海で、まあ、広い海をですね、このクジラがですね、まあ、同じ方向を見てですね、こう泳いでいる通り、あなたと、まあ、この広い海というのは、いわば人生ですね。人生を同じ方向を見てですね、同じペースで、まあ、同じパートナーとして、ですね、こう進んでいくっていうステージに前に進んでいきたい。そのための告白を自分からしようというふうに、まあ、思っていらっしゃるっていうカードが出ているので、だから、慎重ではあるんだけれども、すべてが、なんて言うんでしょうかね、こう、受け身な、姿勢で、取り組んでいるわけではなくて、慎重なんだけれども、時が来れば大胆に動こうと、いうふうに思っていらっしゃる、ということですね。だから全部、なんでしょうかね、こう、あなた任せ、あなた次第。みたいなところではなくて、まぁ、ちょっとこう慎重に見極めているところはあるんだけれども、ちゃんとクリアできれば、ですね、あなたに対しても自分も動いていこうというふうにお考えであるという結果が出ておりました。ではですね、次にお相手の方が、ですね、まぁ、告白を、まぁ、どんなタイミングでしようと思っていらっしゃるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、お相手の方はね、どんなタイミングであなたに対してですね、告白をしていこうと思っていらっしゃるのかっていうカードになります。はい、ではですね、早速カードをオープンしていくと、なるほどですね、3というカードが揃っているので、何か、3というタイミングなのかなと思うんですが、はい、ではね、見ていくんですけれども、ですね、まずここから見ていきます。The Heart of the Matter というカードで、心の事柄っていうカードになるんだけれども、まあ、このカードなんですけれども、この寝そべっている人の目の前に、なんかこう、世界が広がっている光景が描かれているわけなんですけれども、この描かれている光景っていうのは、これ現実世界にあるものではなく、この人の頭の中で描かれているものが、まあ、ちょっとこう、イメージがこうボワーンとね、こうなんかこう目の前に広がっているみたいな感じなんですね。だからお相手の方としては、この先の何かこうビジョンっていうのは持っていらっしゃるわけなんですね。あなたとのその恋愛というかね、こうお付き合いのこの先のビジョンっていうのはしっかりと持ってはいるし、ちゃんと描いてもいらっしゃるんですね。それはまだあなたに対して、まあ事細かくね、伝えていなかったり、自分だけのものにしていらっしゃるのかもしれないですが、ちゃんとあなたとのビジョンっていうのは持っているんだけれども、じゃあ実際にこのね、今頭の中で思い描いているものを実現させるためには、ここですね、サクリファイスっていうカードが出たんですね。これ犠牲を払うっていうカードになります。だから何かの犠牲を払わないと、このお相手の方が描いているあなたとの未来っていうのは手に入らないものだっていうふうに感じていらっしゃるんですね。まあそれぐらいなんかこうリスクを伴わないと手に入らないものだっていうふうに感じていらっしゃる。これはもうあなたでも、あなたの立場から考えてもそれはわかることなのかもしれませんけれども、だからこそ、なんて言うんでしょうかね。ちゃんと犠牲を払わなくちゃ、いけないからこそ慎重になっている。恋愛というものはそういうものだっていうふうに思っていらっしゃるんだと思います。恋愛というのは自分にとってのこう楽しいこと、嬉しいことだけをね、体験できるものではなく、時に苦しさであったり辛さっていうのも経験していかなくてはいけない。そこを考えたときに、でもそれでもやっぱこう、総じて幸せな恋愛にしていきたいわけなんだけれども、そのためには何かしらのやっぱこう犠牲を払わなくちゃいけないからこそ、まあ犠牲をちゃんと払えるかどうか、その覚悟を決めるっていうのもそうだし、犠牲を払うにしても何か損害が出るとするならば、その損害に耐えうる準備もしておかなくちゃいけないしっていうことで、それをちゃんとね、こう犠牲に払うことができたら、
あなたに対して告白をしようっていうふうに考えていらっしゃるっていうのが出ていて、ここですね、シェアザラブっていうカードになるんですけれども、そのラブという気持ちをこうシェアする、共有する、まあ見せるっていうカードですね。手のひらになんかこう意志みたいなのがありますけれども、それがあなたに対する愛する気持ちですね。今までこう秘められていた思いをようやくこう見せてくれるっていうことで、これがまあ告白になってくるのかなと思います。で、このカードに加えて、先ほど自分からね、この告白をするっていうふうにお伝えしましたが、Take the lead っていうカードもこれリードする。だから自分がリードしたい。自分が動いていきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。その条件をクリアした後ということだと思いますけれども、で、ここにですね、手の上に炎がね、描かれている通り、まあ炎というのはこれ情熱の炎なわけですね。で、いわば先ほどのカードというならば、この犠牲を払った後ですね、ようやくあなたとの恋に対するこの情熱の炎っていうのが今以上に燃え上がり、ようやくそれが原動力になって告白をするっていうことにつながってくると。で、両方のカード、これね、数字の3っていうのが描かれています。どっちも3なんですね。だから3というタイミングですね。で、これは、案に、例えば3ヶ月後とかですね、3週間後っていうわけではなく、犠牲を払えたタイミングからの3週間後、あるいは3ヶ月以内っていうことなんじゃないかなと思います。あるいは、あなたとお付き合いをして3年以内に、まあ、知り合ってから3年以内には何かこうね、ちゃんとゴールに、たどり着けるようにするための犠牲を払えるようにしていこうという、まあ逆算的なところもあるのかもしれないけれども、とにかくこの犠牲を払えたところが、いわば告白をするためのスタートラインに立った状態になります。だからここにもしかしたら時間がかかるかもしれません。この犠牲を払えた後は展開は早いと思います。比較的ね。けれどもこの犠牲を払うっていうのが、やっぱりお相手の方にとっても結構大きな、選択になるであろうし、決断としても大きなものになるであろうから、なかなかここには勇気と時間っていうものが必要になってくるっていうことなので、だからといってね、決断を渋っているから、なんて言うんでしょうか、こう、あなたに対する思いがないっていうわけではなく、もうその思いに関してはすでにもう整っているわけですね。整っているんだけれども、本当にこの未来に進んでもいいのかっていう、こう、貯蓄もね、していかなくちゃいけないし、まあ、しっかりとね、こう、リスクに耐えうる準備も整えていかなくちゃいけないっていうことまでを考えての、まあ、ちょっとこう、ためらいであったりね、時間がかかっているっていうことなので、そこを、まあ、なんでしょうかね、あなたは、これからね、お相手の方としのパートナーになっていくんだったらば、そこもやっぱこう、理解はしてあげないといけない。っていうところはあると思いますので、まあ、ちょっとね、お相手の方、あなたのために何かこう犠牲を払おうともしてくれている、っていうところがありますのでね、まあ、そこを、信用してあげるというかね、前向きに捉えていくっていうのは、すごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてですね、最後こちらのカードを見ていきましょう。フラミンゴのスピリットのカードで、これはあなたへのメッセージとしてお届けしていきます。Embrace the in-between というカードで、これ中間に立つっていうカードになっています。フラミンゴっていうのをね、ちょっと思い出していただきたいんですが、なんかこう片足立ちでね、こうずっとこう器用に立っているね、姿が思い浮かべられると思うんですけれども、今ね、あなたは、なんかこうね、極端にどっちかにね、考えを置くんじゃなくて、ちょっと中間に立って物事を考えてみようと。ね、例えば、連絡がなかったり、愛情がね、感じられないということで、もう完全にもう自分は嫌われた、みたいなね、こう極端な方向で考えるんじゃなくて、いや、待てよと。ね。まだ好きという気持ちもあるかもしれないし、嫌いになったかもしれないけれども、今はね、この中間で考える。どっちかね、こう大きく振ればいいっていうわけではなくて、中間に立って物事を考える必要がある。それぐらい冷静に今の状況を捉える必要もあるし、今何かを決定づけるべきでもないっていうことなんですね。中間に立っていた方がいい。逆にそのどっちかにこうね、極端に振ってしまうと、例えばもう嫌われたっていうふうにあなたがもう決め込んでしまうと、本当にそういう事実になってしまうから、だから今は何かを決めつけない方がいい、思い込まない方がいいっていうね。そういった意味で中間にね、立って、まあ優雅に立っていましょうというね。物事はまだどうなるかわからないから、あなたの中で勝手にこう決着づけない、結論づけないっていうことですね。それが今の、まああなたにとってはすごくこう大事なね、ことでもあるっていうことをこう伝えてくれている、まあカードになっておりましたので、これもですね、まあ参考にしていただけますと幸いです。
はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後ちょっとこちらについてねお話ししていくんですが、今回ですねちょっとホワイトボードのネタご提供お願いしますということでね、まあ、ちょっとこちらのホワイトボードのネタと言いましょうか、お題がですねちょっとこうなかなかこうネタ切れになってしまったのでね、ぜひちょっと皆さんのお力を借りたいなということで、何かこうアイディアがある方ですね、まあ案が浮かんだ方はですね、ぜひコメント欄で、教えていただけると嬉しいです。またねそちらについても一つ一つにはなるかと思うんですけれども、お答えしていきたいと思っておりますので、何卒ご協力の方ですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、最後 C ですね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はですね動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はいはい、その他ですね現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しているので、よかったらですねこちらもですね概要欄に詳細記しておりますので、よかったらですねこれチェックしていただいて、まあ、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回もですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。